今日のコメント、ハリカツさんの家って土足禁止ですか？僕ん家って基本スリッパなんですよね。よくわかりましたね。ストーカーですか？どうもハリカツです。皆さんアニポケは見ていますか？新聞中心も週末に入り盛り上がっていますよね。てかスー君、最近チャンネル登録の増え方やばいよね。復帰してから3500人ぐらい増えてるよね。今年の夏中に7万人目指すぞい。そこで今回はついにサトシ VS 白菜戦のタイトルが判明した件について話していこうと思います。てか関係ないけど、もう最近黒ウーロン茶しか飲んでないです。というわけでよかったら最後まで聞いててください。波乱の幕開け、ついにシロナ VS サトシの戦いのタイトルが判明した。ついに先日、サトシ VS シロナのタイトルと放送日が判明しました。それがこちら。9月2日、セミファイナル2、幻惑です。その前の週のタイトルが、セミファイナル1、圧勝ということで、おそらく彼で VS ダンデ戦は1話で終わると思います。で、この9月2日の放送は、シロナ VS サトシ戦で間違いないと思うんですが、幻惑というタイトルが気になりますよね。幻惑の意味は、目先を惑わしたり、惑わされたりすること。このタイトルを見た感じ、僕は、サトシのゲンガーとシロナのミカルゲが浮かびました。マスターストーナメント始まる時の公式 PV でサトシがダイマックスをしようとする描写があったんですが、1回戦の第5戦では使えませんでしたよね。ということはシロナ戦でサトシはゲンガーをダイマックスするんじゃないかと思いました。理由としては、1回戦の第5戦ではピカチュウが Z 技を使用したこと、決勝戦のダンデ戦ではさすがにオープニングの描写で巨大マックスリザードンとメガルガリオが巨大波動弾を使っているシーンがあるので、さすがにここは仕方できないと考えると、消去法でシロナ戦でゲンガを巨大マックスさせるのかなと思いました。でシロナのミカルゲについてなんですが、まだアニポケではシロナがミカルゲを使っている描写はないのですが、ゲームでは初手から出てくるポケモンです。幻惑ということで、ぜひミカルゲも使ってほしいですよね。皆さんはシロナ VS サトス戦はどうなると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで、波乱の幕開け、ついにシロナ VS サトシの戦いのタイトルが判明した件についてでした。ちょっとの心をしたチャンネル登録、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。